くるるん、おかえりなさいませ。メリーさん家でお給仕してるくるるです。はい、今回の動画はですね、年収2000万円稼ぐコンカフェキャストについてこれが何かというと、最近ヤフーニュースになったニュースで、長期的に少しずつぼったくる、オタクに優しくなった秋葉原の今、コンカフェキャストで年収2000万円稼ぐキャストもっていう記事があったんですよね。でスパっていうロゴがあったんで、まあ、おそらく雑誌のスパの記事をヤフーが掲載してる感じなのかな。でこの記事が、まあ、実際にね、秋葉原でメイドの店長をね、何年かやってる現場を見ている目線で言うと、結構適当かつデタラメだなみたいなって思ったので、いろいろ突っ込みつつ秋葉原のね、現状もね含めて話していきたいと思います。でちなみにこのスパっていう雑誌は、まあ、ちょっとアングラな、なんかお金稼ぎ系の情報を結構扱っている感じなので、こういうなんか世間が食いつきそうな内容が多いらしいです。なんか昔で言うと情報商材とかアフィリエイト、結構ヤバい人たちの紹介もしていた感じで、まあ、リアルというよりインタビューに対して大げさに語る人の言葉をそのまま書いちゃう感じで、雑誌がどうこうというよりは、まあ、インタビューされてる人が持っているっていう印象があります。で今回の記事内容としては、秋葉原はすっかり歌舞伎町や池袋のようになりましたと某コンカフェ店長が語ってて、新宿でよく見る光景が秋葉原のお宅が対象になっただけとのこと。で競争が激化で、今まで秋葉原になかったシャンパンタワーやコールが流行り、コンキャバが流行り、売上至上主義になって黒服同士が客の取り合いをするらしいです。でまずそんなことないですよ。で一部のなんかヤバい店舗が、まあそういう営業方針をしてるっていうのが正解で、まあ、大多数のお店はそんなやり方をしていないのと、あと黒服がお客さんの取り合いって本当に意味が分かんなくて、秋葉原のコンカフェって黒服なんていう店舗ほぼないし、まあ、ナイキの人が一人いるかいないかで、お客さんの取り合いってコンカフェキャスト同士なんじゃないですかね。でこの時点ですでにこのインタビューが結構香ばしいんですけど、で歌舞伎が飽和してるから秋葉原に出店するってあるんですけど、これも逆で、秋葉原が飽和して、まあ、物件が取れないから池袋とか新宿に店舗が増えたが正しい時系列 でそのまま動きが加速して池袋とか新宿でも飽和したっていうだけで、まあ、秋葉原がまず最初から飽和をしているんですよね。で次に秋葉ドリームで年収1500万から2000万のキャストもいるって書いてあるんですけど、これもないです。で年収2000万って月収が166万ですよね。で20日出勤したと仮定しても、日給8万3000を1回じゃなくて、まあ、アベレージでいかなきゃいけないんですよ。で1日8時間出勤、まあ、6時間出勤とか、なんか多い人が8時間とかじゃないですか。でそうなると時給1万円以上平均が年収2000万なんですよね。こうやって細分化したら分かるんですけど、本当にリアリティないですよね。ちなみにバースデー月とか1日単位で見たら日給数十万とかになるっていうのはまあありえます。でもそれが毎日毎月続くわけじゃないから、まあ、年収2000万なんてコンカフェの単価じゃ無理なんですよね。記事の数字じゃなくて現実の数字をこう俯瞰してみれば答えは出ているんですけど、まあよくネットは嘘を嘘って見抜けるものじゃないと使うのは難しいって、そんな感じですよね。で次に年収の続きで、お客さんが酔ってるのを見計らって適当に10杯とかドリンクつけて1日20万円ほど稼ぐって書いてあるんですけど、ドリンクって1杯1000円とかなんですよ。で10杯つけても1万円なんです。でこれ稼ぎじゃなくて売り上げなんですよね。バック率 2000% の、まあ、20割とかなんですかね。結構めちゃくちゃな記事で、こう矛盾しかないなって思います。で次にアフターまでさせられるお店があるとありますが、まあ、これは事実ですね。まあ、その系列はアフターとか、まあ、つながりとかも禁止だし、大半のお店はないんですけど、まあ、超ヤバめなお店はね、あるみたいですね。で次に、なんか、不特客に数万円握らされて枕を要求された子もいるとあるんですけど、なんかさっき年収2000万とか日給20万とか、そういう、なんか、豪勢な感じの金遣いの荒さみたいな。とか稼ぎの大きさを主張してたのに、なんでこう同じところに持ってきたってぐらい規模感が違う話ですよね。で数万円で枕を要求するのは不当客とかじゃなくて、本当にキモい人ですよね。でそもそも売れてるコンカフェ嬢が数万円で枕とかするわけないし、額関係なくコンカフェで枕するって双方頭おかしいですよね。なんかでこの記事の中のお金の価値観って一体どうなってるのってくらい矛盾に溢れてます。でこの後の記事の内容が、メンコンとかホストが現れてくるんですけど、まあ、今回の動画はね、コンカフェ嬢に対しての動画なので
割愛します。ニュースって莫大な力を持ったメディアだから信じちゃう人も多いと思うんですよね。ニュースとか記事とかインタビューに取り上げられる人で、まあ、嬉しくて浮かれて水増しした大げさな話をしちゃう人とかいますよね、まあ、なんなら嘘つく人もいます。これはねどこにでもいますよね。虚言癖の人とか話を持っちゃう人、内部を知ってる人からしたらどう考えても虚言な発言を平気でしちゃう人もいます。面接をありえない数水増ししたり、求人何千人来ましたみたいなお客さんも何千人来ましたみたいな。普通に考えたらね、まあその数を面接したら何百時間かかるという矛盾点もね気づかない。でただ嘘をついてもらわないと視聴者の目線を聞けないんですよ。なんか普通の回答だと面白くないから取り上げてくれないんですよね。で自分が目立ちたいから嘘をつくんですよ。で嘘をつく人にメディアも集まって、そういう人はね周知されて、まあ気持ちいいですよね。誠実な事実っていうのはね広がりにくいんですよね。で面白いね大げさな嘘の方が広まるから、まあ、視聴者側もねそういうのを信じちゃうというか、まあ、視聴の分母が大きいからそれなりに信じちゃいますよね。なのでね今回はね真実を届けたいなと思って動画にしました。はい今日も元気にいってらっしゃい。